口語訳聖書とは、口語文に翻訳された聖書。主に、日本語訳聖書に言う。本校では、日本聖書協会の翻訳、発行による、口語訳聖書という署名の聖書について承述する。1949年4月15日、銀座教会を会場に行われた、口語訳聖書完成感謝。口語文に訳された聖書には、日本聖書協会の翻訳、 発行による口語訳聖書だけでなく、いくつか種類がある。口語訳聖書といえば通常、日本聖書協会の翻訳、発行の口語訳聖書を指す。明治以来、日本では、宣教師などのクリスチャンたちが聖書を文語体の日本語で訳した文語訳聖書を発行してきた。しかし、第二次世界大戦後は、交語体すなわち、現代語による、 日本語訳が相次いだ。本書は、二次世界大戦後に、日本のプロテスタントのクリスチャンらの結成した、日本聖書協会が初めて交互体で日本語訳し、発行した聖書である。交互聖書、交互訳聖書あるいは聖書について単に、交互訳といえば、第一に指すのが本書である。業としては、年に聖書協会共同訳が登場するまで、 日本聖書協会自身による聖書翻訳は本書が唯一であった。文語訳は各国聖書協会、新共同訳は共同訳聖書実行委員会による。正式英語名がバイブル、コロキュアルジャパニーズであるため、聖書協会世界連盟における本書の目録番号は JC で始まる。文語訳聖書も同じ頭文字であるが、そちらの目録番号の始めは、 ジェールとなっており、JC は本書が獲得している。先に完成したのが本書の末尾4分の一弱を占める新約聖書で、この部分の初版が1954年3月4日に上司された。この新約聖書は、ネストレラによる当時最新の皇帝本であり、イエス・キリストの時代の共通語である古代ギリシア語のコイネーで表された定本から直接訳された。 旧約聖書の初版完成は、翌1955年3月である。旧約は、定本をルドルフ・キッテルラによる、古代の聖書ヘブル語皇帝本、ビブリア・ヘブライカ第3版によるべきことを申し合わせ、大体の方針として、マソラテキストによるべきとし、精霊の導きを祈り求めつつ、古代分けから当時までに進歩発達していた、旧約学による、 原点研究の域を尽くして、全部の薬校が整った同年9月末から、半年の文薬校の整理修正に努め、完成を見るに至った。第二聖典はプロテスタントでは、聖典とされないために本書には含まれない。1987年に、新共同訳が発行された後にも、文語訳から継承された文に定評があり、愛用者が多い。2018年12月には、 日本聖書協会自身の次なる新翻訳、聖書協会共同訳が発行された。この翻訳がそれまでの文語訳より分かりやすくなったという好評を得たのは確かである。しかし、その一方で特に文体については悪評も相次いだ。小説家で文芸評論家の丸谷彩一は読者への訴求力や論理的明晰さ、 さらに文章としての気品などをいずれも書いており、上長であるとして批判し、悪役、悪文の代表として取り上げた。批判的な文学者には、塚本国を、木下淳次らも挙げることができる。また、牧師の藤原藤雄は上長で、迫力も締まりもない文体とした上で、不縁や意味の補充、役者の説明を加えて、通常の役文よりも語数が多くなる。 はずの塚本とにニ役よりも明らかに字数が多いことをその一因として指摘している。他に認証代名詞を不自然に統一したことが文体に悪影響を及ぼしたという指摘もあり、同様の指摘は敬語の統一についても存在する。他方で文体への批判に対しては古い訳への教習を差し引いて評価すべきなど一定の用語も見られる。 改定標準訳聖書に依拠したことについても、むしろそれが質的向上に寄与した面を肯定的に評価する意見が複数あり、役者たちが独自に判断したとされる箇所について、正当に評価する必要性も指摘されている。新訳聖書学者の田川健三は、新訳聖書の翻訳について、原点の意味を正確に理解するためには日本語訳では、この 交互訳聖書が最も優れていると評価した。ただし、信教同役の方が優れている点も多いから、両者を比べて用いるのが良いという。主に福音波署教会は、この交互訳聖書が近代聖書批評学の立場から訳され、神であるキリストの権威を貶めているとする、信仰的な反発から交互訳聖書を批判した。それに伴い、 日本聖書観光会が結成され、口語訳聖書に対抗する聖書として、深海訳聖書が発刊された。日本聖書協会、口語訳聖書は発行以来、不介護などについて、次のように3回の読み替えないし、訳語変更を行ってきた。といっても、大元の意味から逸れるようなものではない。ましてや、キリストの福音を曲げようとしているとか、違った福音に落ちていったなどということは、 決してなく、次に示す通り、単に現代社会にあっては、法令用語等の変遷に伴って、常用にそぐわなくなった言葉を、宗教の教典という分野において、宗教的理解の範囲にそぐわぬ程度で言い換えを、試みる編集委員のバランス感覚の体現というのが、実際のところで、聖書として述べる内容は変わらない。しかも、全体からすればごくわずかであり、 複数名で本書を読む際などに、それらの別々の版が混ざっていても、読む長さにもよるが、問題の箇所に出くわすことは、確率的にもさほど多くはないのが普通である。もちろん通読などで読み進めるうちにあたることは、避けられないが、本稿を活用すれば、対処は可能であろう。読み替えないし、訳語変更を行う前の初版。翻訳は、新訳聖書が1954年。 旧約聖書が1955年に完成し、発行された。保護期間満了に伴い著作権が切れ、パブリックドメインとなっているため、有志作成の電子版などが、有償無償様々あるほか、ウィキソースでも公開されている。1975年8月版より、以下の読み替えが実施されている。メクラ、などについて発説。現在、 古書を扱うオンライン書店やネット通販サイトで安価に流通している公語訳聖書の印刷書籍はほとんどがこの時改定されてできた訳文である。1984年3月版より以下の読み替えが実施されている。推し、方は、吉街、小人、瀬虫、つんぼ、びっこ、貧乏人、ふぐ、ふぐ者など、不快五十語について計32説。本来、 自身、モクシーは、読み替えの対象ではなかったが、対象の語と列挙的に用いられるなど、双方を読み替えないと文章が不自然になる場合は、読み替えている。旧約聖書、レビキ19章14節、旧約聖書、イザヤ書29章18節、旧約聖書、イザヤ書42章18節などは、対象の語がないため、自身、モクシーを読み替えていない。また、クルーは、 残地されている。2002年5月版より、以下の読み替えないし訳語が実施されている。来病に関する数十説が対象である。1996年に、来予防法が廃止され、戦前からの日本のハンセン病政策への反省と、ともに、クリスチャンたちも、また己の罪の告白と絶えざる、祈りが求められていた。なお、現在は、病理学的には、 いかなる病気であった仮名量ではないばかりかそれが厳密に何を指しているかに未だに明らかでないし特定の病名に結びつけることはできないため従来の聖書にあった雷病は今日医学的に言うハンセン病とは同一のものとは言えないというのが通説である前述のように三回の改版を経て1954、1五十五年版すなわち初版のほか。 1975年版、1984年版、2002年版の訳文が存在するが、全体からすれば微妙な際と言ってよく、意味する内容も同じである。古典文学と同様、少なくとも初版は保護期間が満了しており、著作権が一般に公有されている。その恩恵により、今日では有志による電子版が安価、または無料で入手できる。 また今なお印刷書籍の各版も健在で、1975年版を収録した古本、古書が安価に入手しやすく、中でも目録番号が JC34、JC44、JC43 リットルなど、あるいは場合によっては JC53、JC63 などのものは、中古書も取り扱うオンライン書店やネット通販サイトで、 ほぼ配送料のみで販売されるケースもある。ありがとうございます。